ジャン君、おはよう。今、お散歩から帰ってきました。黄砂が、すごいということなので、マスクをして、家に帰ったら、まず脱いで玄関でパタパタ外でやって、パンツ一丁になっているのに手だけ出してみたいな形でパタパタやって、今、これから風呂に入ります。風呂入れて入るよ。そんな気ぃ使わなくちゃいけないのかい。今日はでもそれでも少ないんだって、ということらしいです。でも明日は雨が降って、雨の日には黄砂はまあ当然気にしなくていいんでしょうけど、お洗濯物が干せないと言っておりました。今日中に少し、少なめだから干しとかなきゃねっていう話を今聞いたところです。黒犬パパはお仕事モードに、早く入らないといけないのでですね、頑張ります。あ、ポンちゃんは元気だね、ポンちゃん。くしゃみしてるけどね。ポンちゃん、おはようございます。ジャン君に甘えに行く？それとも窓辺に行く？どっち？どっちでもあるんだよ。はい、窓へ行きました。明るい。ポンちゃん呼ぶと爪とぎするね。ポンちゃん、そして走るね。ポンちゃん、はい、そして泣くね。最近はそういう生態です。ああ、ポンちゃん、ちょっとこれからね、オープンマイクに行って武者修行してくようと思うんだけど、来ようって言っちゃった。来ようと思うんですけど、大丈夫だね。最近はね、二人で仲良くしてるよね。行ってくるよ。入りました。じゃんけん、喜びの爪とぎですか。ぽんちゃんは、ぽんちゃん、ぽんちゃん、寝起き。ギターと歌やってきたよ。じゃあおやすみ。